朝は分け合って日が昇ってる時間に走ったのだ。梅田駅から新大阪に向かい、その後豊中川に北上したのだ。三国駅、庄内駅、服部天神駅を経由して稲川を走ったのだ。途中で千里川の土手に行き、飛行機の着陸も見てきたのだ。ここは地味道筋に併設された歩道だ。ここを歩いて通るのは初めてなのだ。白猫ちゃんがいたぞ。服部天神に着いたのだ。足の神様を祀ってるのだ。
砂川を北上するのだ。砂川とも川の分岐点だぞ。